こんにちは。今日は2月のコスメ定期便の中身を見ていこうと思います。はい、ラクシーですね。ラクシーの今回2月号は YouTuber のサラさんがチョイスしたものが入ってるっていうことで、まあ動画でもちょっと中身はちらっと紹介してたので見てるんですが、改めて見ていこうと思います。おお、すごい。パンフレットにも載ってますが、コスメグルイが作ったラクシー担当者泣かせボックスになってますね。中身どうしようかな。ああ、中身いろいろ書いてるのでちょっと見ながら紹介していこうと思います。ざっとこんな感じですね。もう現品すでに入っているものもございます。ミノンのパンフレットですね。ああ、ではこちら、はい、まずこちらですね。プリマビスタの皮脂崩れ防止下地ですね。これはメロングリーンの下地ですね。赤みをカバーするものになっていて、現品ですね。 25ml になります。緑系の下地は大好きというか、本当使うので、これもね、購入しようかね、ちょっとね考えてたんですけど、買ってなかったんですよね。まさかこういうタイミングでゲットできるとは思ってなかったので、ありがたいです。はい、まずは化粧下地が一つ入っておりました。そして次の現品、はい、こちらケイトのアイシャドウですね。これはケイトデザイニングブラウンアイズ BR の3番オレンジブラウンですね。まあちょっとオレンジブラウン、ちょっと使いにくい感じもしますが、自分的にあんまりオレンジ使ったりしないので、まあ他の3つだけでも全然ね使えると思うので、こちらも使っていきたいと思います。次の現品はケイトのラッシュフォーマー EX ロングウォータープルーフの、ブラウンですね。 BR3 番になります。これの黒は持ってるんですけど、ブラウンは持ってないので嬉しい。これすごい好きなマスカラですね。現品3個目です。でここからは、サンプルサイズになりますね。すごい。まずこちら、ドクターシーラボの VC100 SS ローション EX のサンプルサイズ、これが、14ミリですね。であと、クレンジングゲル、メイク落とし、洗顔がこちらが6本入っておりますね。すごい。これもね、現品も使ったことないのでとても気になりますね。そして次、はい、こちらミノンのパックが入ってました。敏感肌向けエイジングケアの、保湿マスクですね。1回分入っておりました。ミノンのねパックもすごく保湿力があって好きなので嬉しいです。そして次に、はい、こちらはキールズの有名な UFC クリームですね。サンプルサイズで 6.8g になります。これは過去にも使ったことがあって、なんだろう、そんなに重くもないし、だけどすごくしっとりして、とても使いやすいクリームでしたね。現品買うこともなかったので、またこういう機会にゲットできて使えるのが嬉しいですね。クリーム入っておりました。そして最後になるんですが、はい、こちらはヘラの UV プロテクタートーンアップ、日焼け止めでいいのかな、 SPF50 プラスの PA4 プラス、サンクリームなので日焼け止めですね。トーンアップ系の日焼け止めになります。これからの時期ね、紫外線も強くなってくるし、日焼け止めは必須ですよね。うん、
サンプルサイズで試せるのがありがたい。しかもヘラってまあまあお高めだった気がする。こちらが入ってました。計 1,2,3,4,5,6,7 点ですね。サンプルは3種類でしたけど、原品がね3つも入ってて、もうお値段以上の豪華さですね。これはもう満足の、一番嬉しかったのはこれですかね。下地、これから花粉がひどくなってきたり、肌が荒れて赤みが強くなってきたりするので、こちらは必須ですね。すごい満足のボックスでした。今回は、では次にブルームボックスいきたいと思います。よいしょ。ブルームボックス2月のテーマはスプリングアップユアビューティー、ベーシックな冬の乾燥対策は欠かさずに、春に向けて新たなアイテムにもチャレンジしましょうということが書いてあります。では中身を見ていこうと思います。おっと、まず一つ目がこちら。これはプロポリンス新感覚マウスウォッシュって書いてますね。へー、販売名がピエラス LCC マウスウォッシュプロポリンス、12ミリが3本入ってますね。先行液になってます。まあ歯磨き代わりのとかね、お昼どっか外食した時にさっとこう口の中をゆすげる液体歯磨きみたいな感じですかね。こちらが3回分入っておりました。韓国製、しかもこのサンリオのキャラが可愛い。そして次いきます。お、これは原品かな。ザ・パーフェクトアンカーのピュアカスチールソープ、洗顔クレンジングボディ洗浄に使えるオールマイティな洗浄液。これ匂いわかるのかな。ちょっと蓋がしてあるからあれですけど、洗顔に使うのはどうかな、ボディーソープとして使おうかなと思います。量は何ミリ入ってんだろう、118ミリ。まあ少なめだけど、ボディーソープとして使うにはまあまあ1ヶ月ぐらい使える量が入って、1ヶ月もっと使えるかな、まあまあの量が入っております。はい、次。お、これはなんか限定っぽいな。あ、これ前回1月の時にも入ってたブランドですかね。これはそうですね、マジアボタニカ AC プラス薬用バリアクリーム、ニキビ肌荒れを防ぐ成分が入っているのと、マスクの刺激とかから肌を守る成分が入っているクリームですね。同じくリフレッシュハーブの香りと書いてあります。おう、まあこれはあれですね、まあニキビとか肌荒れを防ぐ成分が入っているので、まあこの後ちょっともし花粉症が悪化してまた肌荒れを起こした時用にちょっと取っておこうかなと思います。多分原品なのかな、試供品サイズじゃなさそう。 20g ですね。あの胃肌のバームと同じぐらいの大きさかな。次、はい、こちらはこれは何だろう、ブランディードメイクアップベース化粧下地、高い、 30g で3800円の商品です。カシー化粧品という大阪の会社ですね。メイドインジャパン。
これはなんかチラシあるかな。これかな。真っ黒な。メイクアップベースで肌にピタッとフィットし、毛穴や肌の凹凸をカバーする化粧下地。時間が経ってもくすみを防いで透明感のある肌を保ってくれるそうです。一通りファンデーションとかパウダーとか一式展開がありますね。こんな感じで、あ、アイシャドウとかチークもありますね。あまり見たことないブランドなので、化粧下地が入っておりました。そしてこれが最後で、最後だ。はい、こちらはあざとけスティック。あー、わかった。あのアホ毛とかを、アホ毛とかを抑える、あのなんだ、ヘアケア製品というかヘアスタイリング剤になりますね。あのマスカラみたいな形状のやつ。あー、なるほどね。これも使える。今ね、別のやつ使ってるので、まあそれがなくなったらこっち使ってみようかな。ほんのり濡れツヤな感じに仕上がるので、固まらないならいいかな。こちらが入っておりました。だから今回のブルームボックス、意外と現品 1,2,3,4 つ、これがちょっと多分現品なので現品4つですね。で、試供品はこちらのマウスウォッシュだけなので、中身的には現品が多くて良かったんじゃないでしょうか。まあ一応ね、ボディーソープは全然あって OK だし、クリームももし肌荒れした時のために、この化粧下地がね、ちょっとどんな感じかわからないけど、とても中身的には満足でございました。2月のコスメ定期便の中身は以上になります。ご視聴ありがとうございました。